松原湖は、長野県南佐久郡小海町にある湖、著名湖、長湖、大月湖という三湖の総称であるが、一般には三湖の中でも、最大の稲湖団体を指す。887年の忍羅地震により、天狗岳山体が崩壊し、岩屑の垂れにより、丘陵地の窪地を流れる大月川が咳止められて、氾濫し、生成された自然湖である。著名湖、長湖、 大月湖に周辺の薄地池、うずら鳥池、各基地、押出の海を加えた七湖省を松原湖生群という。湖生群の中でも特に大きいのが著名湖で、その名は湖の形がイノシシに似ていることに由来する。周辺に一周する散策路が整備されており、貸しボートと民宿が数軒ある、10月下旬から11月上旬の紅葉が美しく、 デングだけや稲子だけを望む風景が広がる。夏はヘラブナ、冬はワカサギの釣り場となる。水深は最大7.7メートルと浅く、冬になると決氷し、諏訪湖と同様にかみ雪が少ないこともあり、かつては天然のスケート練習場として利用されていたが、1950年には氷が割れてフィギュアスケートの選手が事故死する事故も発生した。現在は、 近くの人口野外、スケートリンクにその役目を譲っている。近くの高台には、高海町高原美術館や高海観光公社の松原湖温泉施設である八方の湯があり、足湯もある。また、周辺には別荘地が広がっている。湖畔にある松原諏訪神社には、国の重要文化財として、野ざらしの鐘がある。これは、武田信玄が、信濃攻めの際、 落合神前し寺から略奪した品と言われている。前述の神社の弁天宮などが、湖畔沿いに存在する。松原湖を含む大月川の水利圏は、中部電力が有しており、同社は2カ所の水力発電所を運転している。大月湖と著名湖との標高差を利用しているのが、松原発電所で、大月湖から稲湖へと、 と送水する過程で最大4 5 0ットの電力を発生する。さらに、稲子からは八夏第一発電所へと送水され、千曲川との標高差100メートルを利用して、最大7 5 0ットの電力を発生する。八夏第一発電所は1914年に運転を開始し、現在に至るまで発電を継続している。運転開始後70年間余りが経過し、 上級化した水車発電機の更新作業が1991年に完了した。これまで1億5 0 0 0ット時もの電力量を発生してきた旧水車発電機は小海町に寄贈され、稲子藩に文化遺産として展示された。八奈地第一発電所で使用した水は千曲川に放流され、すぐ下流にある八奈地取水ダムで再び取水される。これは 東京電力の取水席で、同社の水力発電所、土村第一発電所へと送水している。ありがとうございます。